元祖怪物清原和博、甲子園5期連続出場という記録を引っ提げドラフト1位入団、怪物ルーキー松井秀喜、甲子園5打席連続敬遠という記録で脚光を浴びドラフト1位入団、共に初めてのキャンプでは大フィーバーを巻き起こしている。キャンプ初日、清原を一目見ようと集まった観衆はおよそ600人、報道陣はおよそ100人が詰めかけた。しかし数の上では松井が上、観衆はおよそ3000人、報道陣はおよそ260人。ただし長嶋監督、一茂人気もあるため、これは一概には比べられない。入団当時の体型データは驚くほど似ている。身長は1センチ違い、体重は同じ、野球選手の命ヒップも全くセイムセイム。大阪 PL 学園時代、清原は4番でファースト、プロデビューは開幕2試合目8番ファーストだった。一方松井は石川星稜高校で4番サード、開幕1軍は確実と言われているが、守備位置はレフトが濃厚だ。キャンプでの最初の見せ場は共にフリーバッティング、周囲を驚かせている。1回目2回目に限って比べてみると、松井の57本中13本はやはり驚異的だ。長嶋監督は7年前西武キャンプを訪れ、ルーキー清原を見ている。その時の感想は、将来球界のリーダーになる選手だ。松井については球界の宝となる選手だと語っている。まあ今日一日ね、非常に頑張ったんでね、まあすっきりしてますけど、これからね、またキャンプは徐々に厳しくなってくると思うんでね、まあ一つ一つ練習をこなしていきたいと思います。まだ要領っていうか、そういうのはよく分かんないんで、ちょっと戸惑いますけどね、まあ、いろんなことに、ね、挑戦したいと思います。キャンプ2日目でいきなり13本の柵越え、桁外れの実力を見せつけた松井選手。今日も松井選手がバッティングを始めると、球場全体の目が一点に集中しました。どこまでも貪欲な松井選手の今日の課題は左投手対策。初めはミート中心、詰まった打球も目立ちましたが、終わってみれば40スイング中バックスクリーン直撃を含む3本の柵越えを披露しました。首脳陣からも、左投手でもフォームが崩れないと、まずは球団です。松井選手自身も左でも違和感はなかったと、今日もまた大物ぶりを見せつけていました。一方、課題の守備の方でも前日居残り特集を行う松井選手。今日は根本臨時コーチから打球の落下点までのコース取りの方法や、いろんな方法で勉強させたいという首脳陣の考えで、外野守備では珍しくビデオを持ち込んで練習を行っていました。開幕スタメンを目指し、松井選手の英才教育はキャンプ期間中毎日続けられます。さて、松井選手はもう豊田さんはドッコンという感じでしたが、ね、また好きな選手ができちゃったというかね、もう少しちょっとなんか入れ込むんじゃないかなっていう僕は予感がするんですけど。どこがそんなに違うんですか？あのね、はい、僕昨日ね、君は練習好きかったら嫌いですって、つまりね、練習じゃ食えませんよっていうことを言ったと思うんですね。だからもうすごいものを持ってますよね。もうそういうものをね、これからの野球にね、どんどん注入してもらいたいと思ってね、ファンになったっていうかね、応援団になっちゃったよ。あのフォームも私なんかから見てもすごく綺麗だし、安定してるように見えますけども。だからね、まあ、もう監督も言ってました、はい、もう真ん中が狂わないいい選手なんですよね。きちっと打つんですね、これはもうアベレージも大きいのも打てるという証明ですから。じゃあその練習、今あの VTR でも出てましたけれども、練習見るのにもうお客様の目が一点ですね。まさに楽しいしね、ホームラン出ると歓声拍手、もう乗りますよ。これ乗りますか、はい、やっぱり練習見て乗る選手っていうのは、豊田さん、もう僕なんかもう昨日はね、楽しかった。とにかく練習見て楽しいなんてことあんまりないんですから、ホームランになるとね、楽しかった。なんかあの打ち合わせの時にお金払ってもよかったかななんておっしゃってましたけど、お金取った方がいいんじゃないかと思ったんですよ。もう本当に毎日ね、このバッターっていうのはね、まあ本当に10年に1人20年に1人ぐらいじゃないかな。だから見ていてね、いわゆる清原と比較されるんだけど、僕は清原をね、言うてみたら清流島だね。あれはあの子はいいものは持ってるんだよ、素晴らしい、もうそれ一丁一流だけど、この松井っていう子はね、日本刀だね、切れ味が違うわ。でどうでした？あのね、想像以上だったね。で、明徳学園、明徳 学園高校、はい、それはね、あのピッチャーがね、それは逃げるわ、見た感じで、ね、はい、でね、堂々としてるわけね。
でみんなね、まあ、こう支えとるのはね、あいつ本当に18回な言うとるわけ。どういうことですか？うん、もうそれはもう堂々としてるわけ。だからバッターボックスにポッと入ったね、風格が違うよ。だからね、こういう感じで見たのはね、僕はね、まあ、昔の中西太志な、まあ、この前出てたけど、本当に本当に、はい、あれ以来だね。うん、あれ以来だと思うわ。その打った打球なんてのはやっぱりこう、うん、やっぱりその中西の方が飛んだろうね。今の球からすればまだそれは中西 の、うん、あのこれの打球は上がるからホームランバッターだから、うん、中西の方はダイナーで行きよったんだからね。どうですか今このこれはね、もうこれ打ち出したらね、もう全部止まってしまうわけ。みんな他の選手たちがこう見ちゃうわけですか、うん、こっちで打ってる連中は2人のとこは打ってるけども、他の連中は全部そこ行っちゃうわけね。コーチから監督からもうなぜみんなそこ行っちゃうの。風格があるわね。だからもう明徳の、ね、ピッチャーが、ね、5つ歩かせたら当然だと思う。それあれにガッと睨まれたらそれビリッビビッとくるよ。ほら青田さんがね、うん、これはね本当に久しぶりにね、本当に、ね、いいバッター見たなと思いましたよ。だからその腰の回転っていうのはね、この左バッターだったらね、この左のここへね、左の腰のところへシワが寄ればいいのね、打つ回るときに。だから右のバッターだったらここへシワが寄ればいいわけ。ということはこれと上体と一緒にこうやったらシワが寄らないでしょ。上が残って腰先が回ったらシワ寄るでしょ。これができればいいわけね。でこのバッターちゃんとできとるわけ。だからものすごいヘッドスピードが速い。でボール見送るのもね、こんな格好で絶対見送らないよ。だってこう待つから、それだけ引き付けっていうのができてるから。じゃ変化球にもこう対応できる。もうおそらくついていくでしょうね。だから彼は、あの私はあの速い球が好きですと言いとったから、やっぱホームランバッターでしょうな、はい、さて守備の方では今日あの、ね、投げ方の矯正なんか、うん、これはねやっぱりちょっと投げ方が小さかったんでしょうね、うん、だから、まあ、あのピッチングの堀内がね、はい、やって、これいいことだと思いますよ。具体的にはこう大きく投げる、もっと大きく大きく、小さくするのは誰だってできるわけ、はい、でこれをねやっぱりピッチングさせるの大きく大きくする、うん、それがまあ大事なことじゃないかな。だからいいことだと思いますよ。まあ、堀内今やってますけどね、これはいいと思いますね。特にやっぱり肘にこう負担が、はい、それではもうこれからねやっぱり守れる、投げるということも大事だからね、外野もね、はい、だからその打つだけじゃなくって、それはもう走って守ってということでなれば、やっぱりこういうことは非常にいいことじゃないですかね。じゃあもうバッティングは二重丸ですよね。二重丸、うん、守備の方はねまだ三角三角、うん、ただ足はあるわね。11秒だいたい7ぐらいか8ぐらいで走るから、うん、じゃあかなり青田さんの目からいくと、もう開幕一軍なんてのはもうこれはもう文句なしに出てくる。文句なしに出てくる。もう長嶋監督のことだから絶対使いよるね。はぁ、これは二人で、はぁ、他のね選手も相当刺激受けてますでしょうね。刺激を、まあこれちょっと失礼な話だけども、あいつこのあの何かあれがどんどん出るとね、はい、ちょっと他の選手ね、これ失礼だけどかすんどるような気がするの。それバッティング前のはまだ篠塚とか吉村とかまだうまいですよ。しかしね、ド迫力が違う。迫力がだからもう桁違いですね。本当に大物ルーキーだ。早く見たいでしょ。見たい。見に行ってみます。あれってあのタダで見るのはもったいない。金払って見ないかんで。もうファンも集まるはずですね。生の情報ありがとうございました。はいはいはい。